どうも MJ です。 MOD の紹介をしていきます。で、ご紹介する MOD はですね、 PS4 ブロークンローズっていう MOD になります。こちらの MOD はですね、新たにクラフトオブジェクトが追加される MOD となっております。追加されますオブジェクトはアスファルトの建材となっておりまして、壊れた道路などが追加されるようになっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんが、新たにクラフトオブジェクトが追加されるモッドとなっておりますので、自分の場合はですね、クラフト関連のところにロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのようなクラフトオブジェクトが追加されたかご紹介の方をしていきます。目の前に設置してありますのが、モッドで追加されましたクラフトオブジェクトとなります。で、ワークショップメニューで追加される場所としましては、構造物、コンクリートになります。簡単なご紹介となりましたが、新たにアスファルト建材のクラフトオブジェクトが追加されるモッドとなっております。たくさんの道路のオブジェクトが追加されるようになっておりまして、クラフトの幅も広がるかと思いますので、また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回は PS4 ブロークンローズっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。